今日のマッチタイムはこれ、アンパンマンのひなあられ。時刻は3時を回りました。3時といえばマッチタイム。ふう、マンチとは英語でムシャムシャとかモグモグといった意味があります。なのでマンチタイムはムシャムシャモグモグタイム。ちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつはこれ、アンパンマンのひなあられ。今日3月3日はひな祭りということで、バカウケや星食べよでおなじみ、おせんべいあられおかきの総合米菓メーカー栗山米菓ことベフコから今年もひな祭り仕様のアンパンマンのひなあられが発売されています。ひし餅から作ったのが始まりとも言われているひなあられ。ひし餅の3つの色が、白は冬の雪の色、ピンクは春に咲く梅の花の色、そして緑は夏の木々の色で季節を表していることにちなんで、こちらのひなあられも3色です。中にはハート型のひなあられも入っているとのことです。では今日のおやつ、ベフコのアンパンマンのひなあられいただきます。かわいい、いいですね。アンパンマンはやっぱり大人になっても味方ですねではオープン。私は絶対ピンクのハートを見つけたい。出そう。あ、これ次の原稿だからダメ。ちょっと待って、急げ急げ。ピンク、ピンクのハート、ピンクのハート、ないよね。ピンクのハート、え、これハート、これハート、一応ハート、あ、なってるか。ありました、イエーイ。ではいただきます。これハート、これ何味なんだろう。え、あられの味？食感がこれで、味はちょっと、混乱、しょっぱ甘いで合ってますかね。で、品のある味で、なんか私これ抹茶とかそういう味するかと勘違いしてたら、あのプレーンですね、全部ね。あ、美味しい。うん、あ、ちょっと味違うかも。あ、わかんない。ぜひ皆さんも食べてみてください。マンチタイム、今日はベフコのアンパンマンのひなあられをいただきました。またこの動画はジッペイベンの YouTube チャンネルにアップしますので、ぜひご覧ください。 ZIP FM 77.8